地震棒。古い人の申されけるは、清盛公は悪人とこそ思えども、まことは知恵僧正の最短なり。そのゆえは、津の国清長寺という山寺あり、かの寺の重僧、地震坊、孫恵と申しけるは、元は永山の学侶、多年、法華の寺社なり。しかるに、同心を起こし、離散して、この寺に年月を送りければ、皆人、これを帰依しけり。三ぬる昭和二年12月22日の夜、教則に寄りかかり、法華経読み立て祭りけるに、牛の刻ばかり、夢ともなく、うつつともなく、年五十ばかりなる男の、上下に立て烏帽着て、わらんずはばきしたるが、盾踏みをもって来たれり。孫恵。あれは、いづくよりの人ぞ。と問いければ。閻魔王宮よりの御使いなり、千字候。とて、盾踏みを孫恵に渡す。孫恵、これを開いてみれば。屈生、演武大大日本国、摂津の国、清長寺の地震坊孫恵。来26日、閻魔羅城大国殿にして、10万人の自教者をもって、10万部の法華経を転読せらるべきなり、よって参院せらるべし、炎王戦によって屈生九段のごとし、昭和二年12月22日、閻魔の朝、とぞ書かれたる。孫恵、否み申すべきことならねば、僧の領状の受け踏みを書いて立てまつると覚えて、冷めに蹴り。ひとえに死去の思いをなして、陰樹の高要望にこのことを語る。皆人、既読の思いをなす。孫恵、口には、弥陀の名号を唱え、心には、陰情の悲願を念ず。ようよう、25日の夜陰に及んで、上重の仏前に至り、例のごとく、教則に寄りかかって、念仏読経す。根の刻に及んで、眠り切なるがゆえに、重房に帰って打ち伏す。牛の刻ばかりに、また先のごとくに、上下装束なる男二人来たって、はやはや、参らるべし。と進むる間、炎王戦を辞せんとすれば、はなはだその恐れあり、参詣せんとすれば、さらに恵発なし。
この思いをなすとき、法へ自念に身にまとって肩にかかり、天より黄金の鉢下る。二人の童子、二人の樹像、十人の下僧、七宝の大社、自謀の前に現ずる。孫へ、名の目ならず喜んで、即時に車に乗る。樹僧ら、最北の方に向かって、空を駆けって、ほどなく、閻魔王宮に至りぬ。王宮の帝を見るに、外郭病病として、そのうち高校たり、そのうちに七宝所上の大黒殿あり、高校を金色にして、ボンブのほむるところにあらず、その日の方へ終わってのち、諸蔵皆帰るとき、孫へ南方の中門に立って、はるかに大黒殿を見渡せば、妙観妙手皆閻魔法王の御前にかしこまる。孫へ、ありがたき参詣なり、このついでに御所のこと尋ね申さん。とて大黒殿へ参る。その間に二人の童子、貝を刺し、二人の樹像、箱を持ち、十人の下僧、列を引いて、ヨーヨー歩み近づくとき、閻魔法王、妙観妙手、皆ことごとく折り向かう。多聞、自国、二人の童子に現じ、薬王菩薩、湯瀬菩薩、二人の樹像に変ず。十羅刹女、十人の下僧に現じて、随逐給仕したまえり。猿王、通てのたまわく。予想、皆帰りさんぬ。御坊来たること、いかん。御所の在所、受けたまわらんためなり。ただし、往生不往生は、人の心不信にあり。と云々、猿翁また妙観に直してのたまわく。この御坊の左前の布箱、南方の宝蔵にあり、取り出して一生の行、桁の日の門見せたてまつれ。妙観受けたまわって、南方の宝蔵にゆいて、一つの布箱を取ってまいりたり、ようやく蓋を開いて、これをことごとく読み聞かす。孫へ、悲嘆提求して、ただ願わくは、我を哀悯して、質理生死の方々を教え、正代菩提の直道を示したまえ。その時猿翁、哀悯狂化して、種々の下を受す。
明冠筆を染めて、いちいちにこれを書く。祭祀王位在賢族、四庫無一来宗神、上髄豪気化縛画、塾教官無偏在。炎王、この家を受し終わって、すなわち家の門を孫へに付属す。孫へ名の目ならず喜んで、日本の兵大将国と申す人、津の国和田の岬を転じて、四面十余町に矢を作り、京の十万蔵へのごとく自強者を多く屈生じて、棒ごとに一面に座につき、説法独教丁寧に言行をいたされ候。と申しければ、炎王を随機感嘆して、九段の入道はただ人にあらず、自衛僧正の化身なり、天台の仏法護持のために日本に再誕す。かるがゆえに、我毎日に三度かの人を来する門あり、すなわちこの文をもってかの人に奉るべし。とって、京来寺へ大僧正、天台仏法大御社、次元最初将軍人、悪号主将道理役。孫へこれを賜って、大黒殿の南方の注文をいずるとき、幹事ら十人門外に立って、車に乗せ前後に従う。また空をかけって帰り来たる。夢の心地して行き入れにけり、孫へこれをもって西発城へ参り、入道小国に参らせたりければ、名の目ならず喜んで、ようようにもてなし、さまざまの引き出物ども等で、その献上に立志になされけるとぞ聞こえし、さてこそ、清盛公おば、自衛僧正の最短なりと、人知りてんえれ。